地震防災対策強化地域、地震防災対策強化地域とは、大規模地震対策特別措置法第3条の規定により、内閣総理大臣が大規模な地震が発生する恐れが、特に大きいと認められる、近く内において、大規模な地震が発生した場合に著しい、地震災害が生ずる恐れがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある。 地域として指定する地域のことである。内閣総理大臣は地震防災対策強化地域として指定または指定の解除しようとするときはあらかじめ中央防災会議に諮問しなければならない。また指定しようとする関係都道府県知事の意見を聞かなければならないが、その関係都道府県知事はあらかじめ関係市町村長の意見を聞かなければならない。内閣総理大臣は 地震防災対策強化地域の指定または指定の解除をしたときは、その旨を講示しなければならないこととなっている。なお、大規模地震対策特別措置法第4条では、国は強化地域にかかる大規模な地震の発生を予知し、もつて地震災害の発生を防止し、または軽減するため、計画的に地表、水床等の常時観測を実施し、 地震に関する土地及び、水域の測量の密度を高める等観測及び、測量の実施の強化を図らなければならないと規定されている。制定時は164市町村であったが、2002年に96市町村が追加され260市町村となった。その後、市町村合併により減少しているが、指定範囲はそのまま合併した市町村に継承された。 ありがとうございます。